はい、どうも、ゆとぴの遠い箱です。今回はもうこれを見てわかる通りなんですけども、久々にまとめ系の動画やろうかなと思います。前にもね、アギトとか新骨頂製法でやりましたけども、今回は SH フィギュアーズの仮面ライダー外務シリーズを紹介していきます。いろいろメンテナンスも兼ねてね、紹介できたらなって思います。数が多いんで、一体一体はそこまで詳しくはやらないですけども、ちょっと参考にしてもらえればなと思います。それでは行ってみましょう。 はい、まずは SH フィギュアーツの仮面ライダー外ムオレンジアームズでございます。一番初期にね、発売された外務系アーツですよね。なので、これを基準にして外務系のフィギュアーツは展開されております。付属品には今では珍しいかもしれない、ちゃんと無双セーバーと橙丸の専用武器も付属したりだとか、閉じた状態のオレンジロックシードも付属してるんだよね。付属品周りはめちゃくちゃ充実してましたし、ロックシードの絵柄再現も 外部はもちろんそれ以外の外向けライダーも再現されております。可動域も非常に優秀で、かっこいいポージングとかも問題なく決めることができます。特にこのオレンジの甲冑のね、 メタリックカラーがすごくかっこよくて数年経ってもそこまで色が落ちていないっていうのがねなかなかすごいよね当時としてもね非常に優秀なフィギュアでしたこちらは仮面ライダー外務のパインアームズでございますバロンのマンゴーアームズとセットで発売されたものだね外務の強化ホーム以外の派生ホームが商品化したのはこれだけなんですけどもパイナップルのこのアーマーが非常にね豪華で頭痛に強そうに見えるんだよね肩周りが特にねボリューミーですけども でちゃんとパインアイアンも付属しますしチェーンでねちゃんと結ばれてるところも素晴らしいなって思いますただねいかんせんこの先端のパインが重かったりするんで扱いづらさはあったりします他にもねイチゴアームズとかスイカアームズも参考出品まではされてたんですけども結局発売されずって感じなのでまあちょっと悲しい感じにはなってるよねこちらは仮面ライダー外部の強化ホームであるジンバーレモンでございますジンバーレモンはね見てわかる通りジンバー織を羽織ったよう ようなアーマーをね付けた仮面ライダーガイムになっておりましてしっかり柄とかも再現してますしゲネシスコアとレモンエナジーロックシードソニックアローもしっかり付属してきますしかもこれがすごいのがこの柄をね 交換してチェリーピーチメロンのジンバーも再現することができるようになってんだよねもちろんロックシードも付属するので劇中未登場のジンバーメロンのガイムとしても遊べるので個人的にはね結構気に入ってるガイムアーツですねはいお次は仮面ライダーガイムの勝時アームズでございます人 気が高いいね外務のホームだと思いますけども、勝ド時はね、スカート部分のアーマーも追加されたことで、かなりボリューミーな見た目になってまして、その点もちゃんとフィギュアーツではね、細かく再現されてますし、塗装もね、かなり良好なんだよね。顔のイケメンプリも問題なく再現してまして、付属品には、ひなわだい DJs の10モードと体験モード、そして手に持つことができる背中の旗も付属するので、付属品周りも充実している勝チドアーム かなと思いますでただねちょっとレッ なななのかかわんないですすすけども非常に手首パーツが外れやすくなっております個体差の可能性もありますけどももし中古品で買おうと思っている人はその辺注意していただきたいなと思いますそして仮面ライダー外務の最強ホームである極アームズの SH フィギュアーツでございます素体自体は今までの外務のものを使用しておりますけども全く異なるアーマーデザインがね一線を犯してる感じがしてね素晴らしいよねシルバーの塗装もめちゃくちゃ綺麗で装飾 なんかも非常にね見ごたえがあります胸のフルーツの絵柄もちゃんと再現してますしレインボーな伏眼とか背中のマントもねちゃんとね再現してるんだよねただこの時代はねマント布製ではないので少しね扱いづらいところはあります両腰にはねロックシードが6個ついてるのでなかなかジャラジャラな感じですけども今まで発売してきた外部の武器とかを組み合わせれば劇中での武器召喚の極アームズとかも楽しめるっていうのがねこの商品面白い 面白いいところかなって思います結構今でも人気のある商品なのでねもしねいい感じのものを見つけたらチェックしてみてくださいこれは派生系みたいな感じですけども仮面ライダー無人ガイムもフィギュアー化されております映画に登場したラスボスのライダーだよねガイムとは全く別の存在でございますただフィギュアーズ的には完全なリデコアイテムですねブラッドオレンジロックシードを使ってるので全体的に赤黒い感じの鎧とまがまがしい模様があるのが特徴 ですよね雰囲気が全く違うのが面白いところではあります付属品に関してもほとんど同じで無人外務バージョンのダイ,ダイマ丸と無双セーバーと閉じた状態のブラッドオレンジロックシードがあるって感じなのでそれなりに遊ぶこともできますねこの無人外務出すんだったらどうせならね外務闇のモノクロカラーになったジンバーレモンとかも欲しかったところではありますじゃあ次は強者さんをいってみましょうかこちら仮面ライダーバロンのバナナアームズでございます今 見てもすげえビジュアルだよね、本当に。めちゃくちゃバナナだからね。バロンのフィギュアツは外部と確か同時発売で来てたものなので、同時にね、1号ライダー、2号ライダーが揃えられたのも嬉しかった覚えがあります。バナナのこの形状もそうですけども、メタリックなね、黄色いカラーとかも非常に綺麗ですし、顔とかもね、造形良くてめちゃくちゃイケメンなんだよね。今見ても再現度は非常に高くなってます。肩幅が大きいのでちょっとね、稼働させづらいところはありますけども、それでも全然 よく動く動方ではありますのでガイムとの対決シーンの再現とかもできます次は仮面ライダーバロンのマンゴーアームズでございますさっき紹介したガイムのパインアームズとセットになっていたものだねこのねマンゴーパニッシャーもめちゃくちゃね重たいんだよね手首がクルンクルンしちゃうぐらいね重たいのでちょっとね扱いづらさはあったりしますただマントも結構前後左右に動くので躍動感あるポージングもできたりして意外と僕は気に入ってますね全体的な赤いメタリックカラー とかも非常に綺麗なんでバロンのホームの中でも一番好きだったりするんだよね外部のパインアームズと合わせて結構おすすめできるパーツとなっております次はバロンのレモンアームズでございますこれは確か魂ネーションの2014年の限定アイテムだったと思いますもう7年前ですね恐ろしいですよ基本はバロンの素体を流用して同じくレモンエナジーロックシードを使っているデュークのアーマーを流用する形 で再現してますね。バロンのこの姿も劇中結構活躍していたので、これの商品化も嬉しかったんですよね。カラーリングの派手さも相まってね、めちゃくちゃかっこいいですし、付属品にはソニックアローも付属しております。お次はですね、仮面ライダーっていう感じではないですけども、バロンの最終形態であるロードバロンでございます。外務圧だと唯一の怪人枠ではありますね。外務のラスボスっていう感じではないですけども、最後の敵ですね。非常に情報量がお ゴゴテゴテしたようなねねロローーードバロンのアーマーは、ね、とても再現度は高いですスカートだったり肩アーマーだったり塗装面もねとても良好で今見ても全然見劣りしないぐらいのクオリティになってるのがすごいなって思いますねで武器のこのね名前が言いにくいんだよねグロンバリアムは非常に大きく造形されてて最終回再現のために刀身が折れたものが付属するんだよねそれを外務の極みアームズとかに持たせてあげればバロンにとどめを刺すム ガイムのシーンとかも再現できます次は仮面ライダー残月でございますこちらは基本ホームであるメロンアームズでございますね基本ホームの割にはそんなに出てきてないんですけども残月に関しても外ムの素体をベースにしながらメロンアームズのアーマーをねちゃんと再現してるんですよこのメロンの模様とかメタリックグリーンのカラーリングとか非常に綺麗ですしそこにねゴールドのカラーリングがよく生えておりますホワイトのボディがねちょっとね黄ばんでるように見えるんですけども 確かね、これはもともとなんだよね。もともとこういう色になってます。で、メロンディフェンダーも非常に大きく造形されてて迫力もあるので、こちらもね、ガイムとかバロンに合わせて遊ぶと楽しいと思います。付属品には無双セーバーも付いてるので、いろいろなポージングも十分に楽しめそうですね。続いては仮面ライダー残月新メロンエナジーアームズでございます。ゲネシスドライバーとエナジー系ロックシートを使った強化形態だね。 基本の素体は残月のメロンアームズとは変わりはないですけども特徴的なマスクだったり右肩の夕張メロンなね気泡の入ったアーマーとかもちゃんと再現しておりますソニックアローも付属してポージングを再現するには十分だと思います個人的にはね劇中だとタカトラももちろん変身してましたけども弟のミッチのねイメージがめちゃくちゃ強いのでちょっと悪者感あったりするんだよね残月とも普通に戦っていたりしたのでそういった再現も楽しかった そしてまさかの商品化となった仮面ライダーー残月勝時アームズでございます初めて登場したのは外務の舞台でその後はガは外伝作品のグリドン VS ブラーボにね登場した形態だよね基本的には外務の勝どきアームズの鎧をリデコしておりますけども残月の素体のホワイトが真っ白になっていたりだとかマスクのね角とかも新規造形になっていたりするので特別感はありますよね いやこのファンメイド的なね残月の勝ち時が厚化されるんだったら個人的にはねジンバーメロンとかもね出してほしいなと思います SIC とかでは確か商品化していたと思いますね残月は外務と同じようなフォーマットの強化形態ができるのでそのうち極みアームズも出てきたら面白いよね次は仮面ライダー龍言のブドウアームズでございます中国系の兵士の鎧を模したようなデザインになってて他の外務系のデザインともまた一線を画してる感じがするよね カラーリングも非常に綺麗で緑のメタリックとブドウの紫色のカラーリングとかすごく押せるんだよねブドウ流法もめちゃくちゃ塗装細かくて良好です結構当時はね余っていた印象があるんだよね今でももしかしたら安いのかなでもねかなりクオリティは高いし普通にかっこいいので僕はおすすめはできますね劇中の活躍があれですけどね 次は流言の余物ヘグリアームズでございます。ちゃんと闇落ちした姿ですよね。ただ、マスク以外は基本的に武道アームズのリデコだったりするので、基本的な仕様は一緒かなって思いますね。マスクのデザイン自体も9イ、e、アームズのそれそのまんまっちゃそのまんまなんですけども、武器がね、槍とか斧を付属したり、9イ激流も付属するんだよね。かなり豊富なね、内容とはなってますね。地味にこの槍のね、 ところにヘルヘルムのの実がついていてるる良かったりするんだけどねちなみにヨモツヘグリっていうのは確かヨミの国で死者が食べる食事のことを言うらしいですね。もはや果実とかでもないし存在もしないっていうね。当時はねこの後にキウイアームズも出るのかなと思ったら見事に出なかったですね。まあ今更出てもねあれだけどね。 次は最近パワーアップもした仮面ライダーグリドンのドングリアームズでございます。ドングリを模したアーマーをした仮面ライダーでございますけども、本当に全体的にドングリの造形とかはよく再現しててメタリックなカラーリングもめちゃくちゃ綺麗なんだよね。専用武器であるドンカチも付属して、ちょっと可愛らしい内容内をした感じのグリドンのポージングとかも楽しむことができるようになってます。劇中でもそれなりに活躍はしてるので僕は結構好きなライダーですね。ガイムがね確か 制作発表されていた時にメインの4人プラスグリドンが並んでてこいつもメインなんだろうなって思ったらあの4人に並ぶほどのメインキャラクターではなかったなっていうね記憶がめっちゃあるんだよねまあその後にねガイデン作品も作られたのでめちゃくちゃ報われてるっちゃ報われてるよねそしてパワーアップしたのがこのグリドンのライチアームでございますこのフィギュアーツはめちゃくちゃ最近で2021年に発売されたものですねまさかのガイムがね新作作られたんでねそれと同時にアーツかさ されたって感じですけども基本的にはグリドンのドングリアームズベースにしてるので大きな仕様に変更はないですけども装飾が加わったりだとか特徴的な角がね加わったりあと新しくライチソードが付属するので武器もね拡充してるんだよね一気になりきん感あるような見た目になってるのも面白いよねこのグリドンのライチアームズに関しては実物触った方が結構かっこよさを感じることができるフィギュアかなと思います多分ねねなななかなかそんなに、ね、買ってる人 少ないとは思うんですけども僕は全然おすすめできる方のフィギュアだなとは思いましたねこのねでかいねライチソードがねかっこよかったりするからアクションも結構決まります 次は仮面ライダーブラーボのドリアンアームズでございます。もう見てわかる通りのトゲトゲなんだよね。フィギュアーツでも本当にトゲトゲしてるんでめちゃくちゃ痛いんだよね。太ももとか腕にもトゲがあるので手首交換とかするときにめっちゃ気をつけて扱ったりしなきゃいけないんですけどもそれがね再現度高くしてる証拠でもありますよね。非常にクオリティは高いブラボだなって思いますね。ブラボもグリドンと一緒にパワーアップ形態が出たんですよね。それがこいつです。 これが仮面ライダーブラーボのキングドリアンアームズでございますこちらも最近発売されたものですけどもブラーボのドリアンアームズの素体をほぼそのまんま流用してリカラーしてるので結構仕様とかは同じかなと思いますねただカラーリングは本当にね毒々しい感じになってて魔王みたいな雰囲気になってるのもあってねすごくかっこいいんだよね今までのブラーボとはまた違った雰囲気を楽しめるのがこのキングドリアンアームズのいいところかなと思いますしかもねマントも神経 ついてくるのでこれがまたね少し禍々しさを足してる感じがして結構好きなデザインだったりします次は仮面ライダー黒影の松ぼっくりアームズでございますまあいかにも雑魚キャラ感出てる黒影でございますけどもフィギュアーツに関しては意外とかっこよく造形されてるんですよね松ぼっくりアーマーの造形もねすごくかっこいいし多角的なので光を当てるとちょっとキラキラした感じになりますしシンプルだから非常に動かしやすいっていうのもねありますね いますよねこの影松のね先端も結構大きめなので迫力がありますしそんなに悪いものではないんですよ。で個人的にはベルトと影松の先端差し替えて黒影芯とかベルトを差し替えて黒影トルーパーとかにもねできるようになってたらよかったんですけどね。てかそうなるかなとは思ったんですけども結局ならずじまいって感じなのでせめて黒影芯だけはねできるようにしてほしかったね。 次は仮面ライダーナックルのクルミアームズでございますめちゃくちゃ特徴的なねアーマーを身にまとったナックルでございますけどもこの巨大なねボクサーのグローブみたいな武器も再現してってクルミっぽいゴツゴツした感じとかもよく表現されてるなって思いますねまあこういった手なので武器とかもないですしとてもシンプルにアクションポーズ決めることができるのがこのナックルの特徴なんじゃないかなって思います木の実系のライダーグリドンとか黒影全員そうですけども非常に 非常にねね遊びやすすいいいっていうのが特徴かなと思います、ね、アーマーがねそこまで大きくゴテゴテしてないので動かしやすいんですよねでナックルに関しても外伝作品で強化形態のジンバー・マロンが出てきたんですけどもあっちも立体化してほしいんだよなするならマジで今のタイミングだろうと思ったんですけども全然音沙汰はないのでまあ諦めるしかないねお次はゲネシスドライバーを使った仮面ライダーデュークレモンエナジーアームズでございますブルーの素体っていうのもなかなか珍しい アーマーに関しては基本的にバロンのレモンエナジーアームズと共通したパーツが使用されてますね、まあ、どちらかというとこっちが先に使っていたのでしっくりくるのはデュークの方ですけどもマスクとかもね複雑な造形してるのでその点再現してるのは素晴らしいなって思います可動範囲に関してもバロンのレモンエナジーと結構似てるところはあるかなっていう印象ですけどもソニックアローの弓を引くようなポーズとかは問題なく決めることができますデュークもね普通に戦国ドライバー使って レモンンアアーーーームムズズととかか映画に登場ししたドラゴンフルーツエナジもーーもありりままますすのののでその辺の立体化もね僕はまだ期待しております次は仮面ライダーマリカのピーチエナジーアームズでございます外部のフィギュアーズでも唯一の女性ライダーなので素体もマリカ専用のものになってますねめちゃくちゃ細身です腕とか足とかもスラッとしてますねただその分ね劇中のマリカのたたずまいとかをよく表現してるなと思います特徴的なアラビアンなアームズ とかの再現度も高くてピンク色もね非常に可愛らしいよね模様の再現とかもしてありますでスカート部分は軟質素材でアクションとかも特に問題なくできますやっぱりマリカもね外すことはできないライダーですしバロンとの絡みとかもあったからねその辺とね組み合わせて遊ぶのも楽しいと思います次が仮面ライダーシグルドチェリーエナジーアームズでございます 壁に挟まれて死んじゃった人ですねまあ、シグルドに関してもなかなか特徴的なデザインしてるアーマーですよね。チェリーなので2つの実が重なったような肩のアーマーとか、気泡が入った赤いクリアパーツのアーマーとか、非常にリアルに再現してますし、腕と足についたモコモコみたいなのは、これはさすがに硬質パーツですけども、造形とかはそこまで変なところはないかなって思います。ちょっと顔が大きいかなっていう感じはしますけども、なかなか情報量の多いデザインして し仕方ないっちゃ仕方ないけどね。貴中のね、あのね、いかにも悪のライダーって感じの活躍とかもあって、ゲネシスライダー4人並べるためにも、このシーグルドは外せないでしょう。はい、てな感じで、SH フィギュアーのの外務シリーズ全部並べてみました。もうすごいよ、もうぎゅうぎゅうで収まらない。全部でで24体ありましてで このガイムが乗ってる桜ハリケーンを含めて25体になりますね。で、僕唯一持ってないのがバロンとか乗るローズアタッカーなんですよね。まあそれはライダーではないので今回外してもいいかなとは思ったんですけども機会があったら欲しいっちゃ欲しいんだよね。ガイムってこれだけでもすごい数ですけどもこれで全ライダー全ホーム揃ってないっていうのがね恐ろしいところだよね。 個人的には映画に登場したライダーぐらいは出してほしいなと思うんだよね。ホームチェンジももちろん欲しいけどね、人数だけは揃いたいなという思いはあったりします。ということで僕のチャンネルではこれ以外にも仮面ライダー系のフィギュアのレビューしておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではユートピーでした。ありがとうございます。